ご苦労様です。もうこの回もちょうど10回目を数えておりますけれども、今日はルールいろんな議論をしていただきましたけれども、私の方からは大きく3つのことを申し上げたいと思っております。まず1つは特定警戒圏ということで、先般総合対策を整理したわけでありますが、この一つ一つをですね、確実に早く実行するという実行段階に来ているということで、今日もいろんな点の紹介がありましたけれども、まさにその実行段階として、県、市町村、あるいは関係者の方々ですね、足並みを揃えてですね、やっていきたいと思っております。特に協力金ですね、この協力金の申請が本日からスタートするということでありますし、全国では昨日東京が始まっておりますが、岐阜県が2番目ということで、実は他県からですね、一体どのようにやるのかという質問が実は岐阜県に殺到しているような具合でありますが、とにかく全国に先駆けて、この制度が動き出すということでございますので、当初予定していたケース以外にもいろんなことがありうるんではないかと思いますので、迅速であると同時に丁寧にですね、間違いない対応していくということで、不明な点があればですね、市町村におかれましてもですね、遠慮なくどんどん問い合わせをしていただきたいと、そしてきちっとそのこの制度はどういうふうに運用しているかということを確認をしながら間違いのない執行に持っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いますし、それから1人当たり10万円の定額給付金ですけども、実施主体が市町村ということになっておりますので、これはこれで大変な労働になるんではないかと、かつその急いで、支給を求める声が日増しに高まっておると、こういうことでありますので、今日もいろいろご意見ありましたが、すでにですね、私の方から言えばもう事前準備はもう徹底しても今からやっておくということで、もうすでにやっておられると思いますが、加えて県としても、できる限りのバックアップはしていきたいと思っておりますので、いろいろとそれぞれの状況についてまたお話しいただければというふうに思っております。それから今日あえてですね、国県さまざまな支援メニューをですね、整理したものをお出ししたんですが、いろんなことがいろんな場面で、こう用意されているんですが、全体が見えづらいということで、瞬間瞬間には特定のアイテムだけにこう議論が集中するんですが、それぞれのその仕組みをうまく組み合わせるとですね、結構いろんなことができるということで、先般西村大臣にも申し上げたんですけども、今日お出ししたやつはまだほんのちょっと、とりあえず整理してみただけですから、要は例えばですね、いろんな制度を組み合わせるとですね、まず協力金で50万円もらって、そしてその、先払いにはなりますが雇用調整助成金のシステムでですね、休業手当を払って、その分についてはですね、無利子無担保の融資制度があるわけですから、無利子無担保のお金を借りてとにかく休業手当を払って、でその上で、雇用調整助成金をと、で雇用調整助成金も国の援助プラス県の上乗せ分があります、市町村の上乗せ分がありますから、結局上乗せ分入れますと満額なんですよね。だからこの休業手当はその無利子無担保の融資を挟めば満額戻ってくるんだと、こういうことでありますから、そういうその組み合わせの中でフルにですね、適用するとどういうことになるかということで、個人ベースあるいはその事業所ベースでですね、さらにちょっと分かりやすい何て言いますか、整理をして見ていただいて、かつ積極的に使ってもらいたいということかと思っております。それから県としてコロナウイルス離職者のについて、県職員としての採用の問題とか、県産農産物の販売支援でありますとか、今日いろいろ紹介ありましたけれども、これらも総合対策の一環でありまして、一つ一つ丁寧にやっていきたいと思います。それから2番目に申し上げたいことはですね、やはりそうは言っても全体としてやはり閉塞感が漂いますし、しばしば私も記者会見で、自粛疲れとかですね、いうような言葉を聞くわけでありますが、とにかくその新型コロナウイルス菌に身をさらさないということが最大の防御ですから、そこからいろんな対策が出てくるわけでありまして、そうなると
こう人と人が物理的にですね、大勢集うようなところは避けていくとか、あるいはそういう機会を閉じていくということで、まあ、人と人とが物理的に集まるということはどんどんこう排除していってるわけですね。まあ、しかし一方でですね、心と心を寄せ合うことはできるはずであると。ですから物理的に集まれなくても、その心と心を寄せ合うという運動はしっかりやってですね、まあ、この難局にまあ耐えていくということが大事かと思っておりまして、そういう意味では今日発表しましたストップ新型コロナ頑張ろう岐阜で、これはまあ第1弾ということで、まあ、県の各部局でいろいろ知恵を絞ってもらったわけでありますし、まあ、それに加えて自宅で楽しむ文化芸術っていうようなですねアイデアもあるわけでありますが、ぜひ市町村におかれてもですね、それぞれにまあ工夫をしていただいて発信をしてですね、とにかくこの難局の中でどうやって人と人がですね心を寄せ合っていけるかということに、やはり一つの何て言いますか、社会のこの活路をですね見出していきたいと思っておりますので、まあ、ぜひこれがオール岐阜県の、まあ、県民運動につながることを期待しておりますので、まあ、市町村におかれてもよろしくお願いしたいと思っております。それから3番目でありますが、冒頭感染状況についてのまあご紹介がありましたけれども、依然として岐阜県としては厳しい状況が続いているということで、いよいよゴールデンウィークを迎えるということになったわけであります。で、過去について、まあ、安倍総理もおっしゃっておられますけれども、岐阜県もですね、やはり3月の3連休ですね、あそこら辺あたりでですね出てきてた数字が非常に岐阜県は、まあ、感染者が少ないということで、おそらく、まあ、緩んだとは言いませんけれども、やっぱり何かあの辺あたりが一つですね、その後の、感染者の急増にですね、つながったんではないかというふうに私にはまあ思っておりまして、まあ、その後いろんな対策をやりですね、皆さんにもご苦労いただいておるんですが、このゴールデンウィークはですね、まあ、どこから数えるかですけども、ほぼ10日間、まあ、間にですねウィークでもありますけども、10日間にわたる長い長い休みでありまして、でここで緩みますとですね、これまでやってきたことがですねまた振り出しに戻りかねないということでもありますし、このゴールデンウィークをどう頑張り抜けるかというのはですね、その後の展開の非常に大きな何て言いますか、手がかりになるというふうにまあ思っておりますので、まあ、できれば今日またこの後議論をしながらですね、明日にでもまたこうやって集まっていただいて、ゴールデンウィーク対策ということでまた議論をさせていただきたいと、そして、まあ、岐阜県を挙げて、まあ、きちんとしたメッセージを出しながらですね、乗り切っていきたいと、まあ、いうふうに思っております。で、このところパチンコとそれからスーパーが非常に目立っておりますので、今日もまあ議論が出ておりましたが、まあ、これについても一つ一つどう対処していくかということで、まあ、パチンコについては今個別に要請を今丁寧にしておるところでございますが、まあ、それがどういうふうにまあ聞き届けていただけるかという話でありますし、さらに強い法で特措法の45条の適用をどうするかとか、まあ、そんな議論も国でもございますので、まあ、そこら辺を見定めたいと思っておりますし、まあ、スーパーについてはですね、少し前にですよ、この問題の危機を訴えたときに何が起こったかというと、結構皆さんが殺到してですね、品薄になったんですね。ですから全県的にですね、どうやって安定供給をしてもらうかということで、スーパーの皆さんにご協力いただいたことも事実でありますし、だから一方で安定供給と、他方で、人が密集するようなですね、そういう舞台になってはいけないということを、まあ、どういうふうに、まあ、整理をしていくかということでありまして、まあ、規制をすれば済むかというと、規制があればあるほど人間はそこにまた群がってくるという側面もございますので、まあ、これも、まあ、ゴールデンウィークに向けてですね、どういう対策が取れるかよく議論してみたいと思っておりますが、まあ、そんなことで、まあ、できれば、ゴールデンウィークに向けてもう一段、まあ、強い、まあ、要請といいますか取り組みをしていきたいと思いますので、まあ、できれば明日またご参集いただいて、議論を深めていきたいと思っておりますし、まあ、市町村の皆さんに伺いましても、それぞれの現場でそういう意味でゴールデンウィークをどう乗り切るかという観点からいろいろとご提言をいただければありがたいなと、まあ、今日のうちにもしですね、そういうご提案がありますれば、どんどん県の方に出していただいて、ぜひともそれを参考にしながら整理をしたいと思っておりますので、
よろしくお願いしたいと思います。以上です。